キリスト教の誕生。イエスの十字架での死と共にその教えは世界に大きな影響を与えた。画像は12世紀に制作されたイスタンブールのハギアソフィア大聖堂のモザイク壁画、全老者、キリスト、ローマ大化。64年に起きたこの大化で、ローマ皇帝ネロは、その原因をキリスト教徒によるものだとして厳しい迫害を加え、殉教者を出した。画像は、 この迫害を描いたヘンリクセミラツキの歴史が、一世紀は、西暦元年から西暦百年までの百年間を指す、世紀。千年期における最初の世紀でもある。天文学以外では、通常、西暦霊は存在せず、また霊世紀もない。これは、ヨーロッパで西暦ができた6世紀の時点では、まだヨーロッパ人は霊の概念を知らなかったためであると、 言われることもあるが、元年以前を表すために紀元前が導入されたのは、例の概念が普及した後の17世紀のことである。なお、天文学や ISO8601 では、紀元1年の前年、すなわち、紀元前1年を、西暦例と定めている。五漢の三つ竹三角。黄毛によって断絶した漢王朝を復興し、剣君と称えられている。画像は、唐の画家。 原立本、歴代帝王図鑑の13皇帝図の光部帝像。ユラゼニジュ。貨幣経済の流通が促進された五感初期には、副葬品の名器としてユラゼニジュが出現し、特に視線で大いに発展した。画像は、広州にある中国在税博物館像のユラゼニジュの部分。関野国王院。江戸時代に九州市那島で発見されたもので、 五感の皇部帝により滑視されたものとされる。現在は福岡市博物館が所蔵。印姉妹の反乱。長らく、漢民族の支配下にあったベトナムでは、印側、印にの二人の姉妹による反乱が起きた。高鎮軍から各地に広がったものの、五感の光部帝が派遣した馬炎将軍に鎮圧された。しかし彼女たちは、今でも、 ベトナムの国民的な英雄である。画像は像に乗って戦う印姉妹を描いたドン・ホー・ハンガ。インドスキタイ王国。ギリシア系王国が衰退した後に、スキタイ系サカ族の王国が、インド各地に成立した。画像はこの時代に作られた、マトラーのシシチュートを、ローマのコロッセウム、ウェスパシアヌスミカドの時代に着工され、その息子ティクステイの時代に完成した。 園形闘技場。埋没した都市、ポンペイ。紀元七79年8月24日に大爆発を起こしたベスビオ火山によって、ポンペイ氏は埋没した。画像は、ポンペイ遺跡で発掘された、ギソウの壁画で、ディオニソス人の密に宗教を示しているとされる。ポートランドの壺。ローマ帝国では、繊細な芸術作品が数多く作られたが、ガラスを削って、 浮き彫りを施すカメオガラスの技術は高知極まるものとなった。期限25年頃作られたこの壺はその代表であり、現在は大英博物館に所蔵されている。ブーディカの反乱。俗習、ブリタンニアでのローマ支配に対し立ち上がったのがケルト系池、二族の女性指導者ブーディカである。この反乱は鎮圧されたが、歴史家ダキトゥスらの記録により、 その辞籍は詳しく伝えられている。画像は、ロンドンのウェストミンスター橋に沈めにあるブーディカと、娘たちの記念像。ユダヤ戦争。ローマ皇帝ティトゥスによりユダヤ人の反乱は鎮圧され、エルサレムの第二神殿も破壊された。画像は、ティトゥスの外戦門に刻まれた神殿の宝物を運ぶ、ローマ兵士たち、バールベック。この地は、属州シリアの聖地で、 元来は、フェニキア系の神バールが祀られていた。ローマの支配に服してからは、ユピテル人と集合して祀られるようになり繁栄した。画像は、ネロテ時代に完成した、ユピテル神殿の六本大列中、ペトラのエルカズネ。ナバタ王、アレタス四世イフィロパトリスの最盛期に建造された、もので、エルカズネは、宝物殿を意味する。注釈主典。 ありがとうございます。